はい、皆さんこんにちは、プロゴルファーの横田慎一です。今回は前回と同じく、はい、大倉ゴルフスタジオ、はい、世田谷区に、東京世田谷区にあります、はい、大倉ゴルフスタジオに来てます、はい、の吉田さんが、はい、ここのフィッティングの、ボスでカリスマフィッターです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で前回はあのドライバーのフィッティングをしていただきまして、ね、はい、シャフトを選ばせてもらったんですけれど、はい、今回はその流れでシャフトを選んでくださるということで、はい、めちゃくちゃなんか僕ダイナミックゴールドの X100 大好きで、はい、それ一筋なんですよ、はい、で、まあ、ちょっとその流れに沿った選び方があるということで、はい、ちょっと大変興味があるんで、はい、ちょっとぜひ、はい、おさらいをしますと、僕は切り返しが早いと。早いですね。で切り返しが早い人は先が知らないといけないと。死なないといけないというか、まあ、そういうシャフトを好む傾向にある。傾向がある、はい、で前回フィッティングして分かったのは、手元も同時に手元もちょっと柔らかい方が死なないといけない、はい、先だけじゃダメだと。そうですね。その手元も死なななきゃいけないという要因というか理由は何なんですか。結構その、まあ、切り返しの時にシャフトにこうストレスをこうかけていくタイプなので、はいはい、なのでそこがちょっと逃げてくれないと硬さを感じてしまってキャストしやすくなるという感じですね。なるほど、はい、じゃあガッチガチ、手元もガチガチで、はい、先だけがしなるっていうのを好む人はどんなスイングですか。基本的にはそこの、スイングが、切り返しがそんなに速くなくて、うん、ハーフウェイダウンからグリップをこうグリップスピードをゆっくりにできない人、うん、ちょっとこういう感じで振っちゃう、ちょっとスインガーって言われるタイプなんですけど、グリップスピードを緩められない人ですね。なんかはどうしても振り遅れてしまうので、うん、はい、なので手元が硬くないとインパクトの時にタイミングが合ってこないんですね。そうなんだ。僕手が走るの大嫌いなんです、はい、そうですね、はい、グリップスピードをゆっくりにするんで、じゃあ手元側も柔らかくなってちょっと溜まってくれてドンっていうのが好きなんですね。あ、はい、なるほど、なるほど、はい、じゃあここでグリップを遅くできない人は手元硬くなきゃいけない。ここでめちゃくちゃ遅くできる人は尾崎直光さん。そうですね、はい、直美さんなんかそれ、じゃあ直美さんはじゃあ手元が柔らかくなきゃダメなの、はい、なるほど、はい、という、はい、まあ、ことでその流れを組んだアイアンのシャフト選びということで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、こちらのシャフトを選んでいただきました。はい、これはどういうことからこのシャフト、これらのシャフトなんですか。基本的には、はい、あのクラブパターを除いて13本、はい、なるべく同じ振り心地で振っていただきたいっていうのがありまして、はい、で、あのさっきのドライバーの、まあ、中調子系なんですけど、あれも、はい、先端が走って、はい、なおかつ手元も柔らかい、はいはいはい、っていう中調子系のシャフトを選んでいただいたのでがこれなんです、ね、はい、なのでなんでダイナミックゴールドが入ってないんですか。ダイナミックゴールドは、手元調子だからです。手元が柔らかくてだん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 先端に行くにつれて硬くなるシャフト。なんで僕ダイナミックゴールドラバーなんだろう。そこがやっぱり不思議なところで、ダイナミックゴールドから抜けれない人ってずっとダイナミックゴールドなんですよ。そうなんですか。はい、あのそうなんです。実は私もその一人だったんで、はい、あのすごくよくわかるんですけど、ダイナミックゴールドを好きな人ってそれでゴルフ覚えちゃってますよね、うんうん、でダイナミックゴールドでずっと何十年もゴルフをしてると、多分そのしなり方しか体が受け付けなくなってるんだと思います、うん、はい、でも、はい、僕この KBS、はい、これ大好き大好きなんです、はい、動きとしたら、はい、でめちゃくちゃこれ良くて、はい、これめっちゃ気持ちいいシャフトじゃんと思って、はい、で KBS でもあのほらくすんだシルバーのやつあるんですか。あー、Cテーパーです、ね、あれが全然ダメで、はい、棒ですよね。棒、はい、であれ棒と感じないんですよね。あれは僕は棒、そんなに棒とは感じないです、はい、だからそれは要は切り返しで先がしなってくれないから、はい、僕は棒、そうです、うん、で手元も硬いっていうこと。そうです。手元はあれは手元はあのそんなに硬くないです。中間部が硬いんです。あ、中間部が硬い、はい、なので僕もでもあれをじゃあ真剣に振りに行くとあのちょっと刺さるような動きになりやすいです。あ、ちょっとこう手が伸びちゃって、はい、キャストしちゃって刺さるような動きになりやすいんですよ。あれが合ってるのは要はあれは本当に、切り返しが速くて、なおかつ急激にグリップスピードをゆっくりにしてバンっていう先にヘッドを走らせたい、うんうん、はい、人ですね。じゃあそれ僕なんですか。
なんですけど、はい、なんですけどその切り返しが、はい、逆に言うとあのしなりをここで感じたいあの切り返しなんですよ。あ、はいはい、ここで一回こうちょっとこう間がある、うんうんうん、じゃなくて間がない人です。あ、僕は切り返し早いんだけど、はい、うわって感じてから一応はやるんだ、はいはい、昔で言ったらオラサバルさんみたいな感じです。あ、はい、もうもうっていう感じですよね。あ、はい、あ、はい、ああ、そうなんだ、はい、でもう一回話戻るけど、はい、この KBS 大好きなんですけど、はいはい、ただ一個だけ僕難点があって、はい、僕気合が入ってくるとショータイムめちゃくちゃ短く持ち出すんですよ。あ、気持ちが入ってくると、はい、もうグリップの方持って100ヤードとかにワッキャンってやるの、はい、そうするとこれカウンターバランスじゃないですか。そうですね、ちょっとカウンターっぽい。めちゃくちゃ軽くなっちゃって、はい、上げてた時にいやなんでか軽いからびっくりしちゃって、はいはい、短く持って、はい、それもこう集中してる場面だから、集中してる場面で自分の違う重さのクラブにフィアってなっちゃって、はい、晴れと思って。でも普通に打ったら確かにこれは気持ちいい、はい、だけどこうちょっとカウンターだともう、はい、その時点でこれまずアウトなんですよ。はい、じゃあカウンターバランスだとしても、うん、じゃあそのじゃあバランスをどこに持っていきましょうとか、うん、はい、そういう細かいところまで含めて作っていくと、うん、それが起こらない可能性もありますよね。え、なんでなんで。だってもカウンターだから短く握ったら軽くなっちゃうじゃないですか。はい、でも、元々のヘッドバランスを若干重くしておくとか。それはダメなんだな。お、長く持ったり短く持ったりするから、はい、必ずそのチョークダウンの動きが入るっていうわけではないからってことですね。そう、はい、でもいつも長く持ってればこれは本当めちゃくちゃいい、はい、あの好き、はい、うん、で KBS って全部が全部カウンターなわけではないので。じゃないんだ。はい、おうほうほう。なので、はい、え、じゃあカウンターじゃない KBS は。カウンターじゃないです。あ、これ、S テーパーとか。おお、はい、ほうほう、はい、ほうほうほう、はい、あとですね、あるんですよこの、はい、ツアー V とか。え、これもカウンターじゃない。カウンターじゃないです。あ、そうなん、はい、知らないっすよ僕、はい、そういうの。なので、へ、はい、それもちょっと打っていただきたいと思います。なるほど、はい、はい、でもしかしたら、うん、それがカウンターだから軽く感じてるっていうわけではないのかもしれないです。そうそう、はい、ちょっと手元側がしっかりしてるんでバックスイング上げるときにこう手もあのでも短く持つとですよ、はい、うん、なんですけどしなり量がより減るわけじゃないですか。あ、短いから、はい、はいはい、そうすると要は手元側がしっかりしてるシャフトなんで KBS って、はいはい、全体的に、うんうんうん、なので軽く上げた時に軽く感じる可能性、スッて上がっちゃうから、はい、っていう可能性はあります。なるほど、はい、寝取ってこないんです。そうですね、なるほど。ダイナミックゴールドって寝取ってきますよね。そう、あのもね、はい、もちもち感が大好きで、はい、ドヨーンっていう、僕一番嫌いなシャフト、はい、パキパキするシャフトなんです。おー、はい、で軽いシャフトにちょっと興味があるんだけど、はい、パキパキ系がダメなんですよ。わかりました。そう、はい、うん、じゃあちょっとそこも含めて、はい、はい、打っていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、はいはい、よいしょ、ちょっと置いちゃいます。そうか、軽いシャフトがいいですね。ダイナミックゴールドでも X100 ですよね。そうです、はい、一応持ってきます。どうします、ダイナミックゴールド。後で、まあ、それはもう分かってるから、後でいいですね、うん、はい、それはもう分かってるからいい、はい、じゃあパキパキやめます。もう弾きます。ああ、はい、あ、日本シャフトでもパキパキあります。僕ね、日本シャフトは昔のイメージがパキパキだった、はいで最近は少しこう湿り気出てきたんだけど、はい、ちょっとドライな感じなんですね。そう、そのね、あの先入観がどうしても抜けなくて、はい、毎日ね、はい、日本シャフトプロ今の日本のプロみんな結構多いですね、うん、結構多い、はい、結構海外でもザンダーシャウフェレとか、うん、確か NS 使ってた気がします。これパキパキ系なんだ。パキパキ系というかちょっと手元がやっぱり締まってるんでパキパキに感じちゃうと思います。なるほどね、はいはい、でもこれ打つ人によってこれダブルキックっぽいよねっていう人もいる。ちょっと面白いシャフトなんですよ、まあ、じゃあちょっと打つだけ、うん、はい、打つだけ打って、はい、そのお寿司屋さんでも今日のタイはあんまり美味しくない、このカリスマが今日のタイあんまり美味しくないよっていうのを食べてみたい。あ、さすがとか、あ、確かにもう、あ、もうダメだ、うん、もうだから、はい、もうこうやった時にもう、はい、もうフルスイングし、もうする気もないシャフトだもん。そうですね。それは何なんですか。これは、中調子系、手元が結構しっかりしてて、だからここが硬いのはもうダメなんだ。はい、じゃ違う日本シャフトの、はい、
こっちは手元がそんなに硬くないです、の先調子系のシャフトです、もうだから打つ気もなくなんだよね、ダメなシャフトってあ、確かにこれなら大丈夫だわ、はい、ああこれまた面白いかも。ああでもちょっと硬いかな。あのやっぱりダイナミックゴールドのもっちり感がないんだよな。あーでもうーん惜しいな。これ S にしてみましょうか。ちょっとあそうですね、はい、ちょっと硬いでも悪くはないな。これ S にしてみます。はい。あ、S も持ってきてくれたんです。はい。はい。僕ダイナミックゴールドの S はダメなんですよね。ブヨブヨしちゃって。はい。多分ヘッドスピードが40切ってもドライバーで40切っても多分。X100 使う、はい、これは S なんだ。もうちょっとでも重量が欲しいな。やっぱりシトーっていうねダイナミックゴールドのねシトーっていうのが欲しいんだよな。何なんだろう、ダイナミックゴールド中毒なのかな。中毒かもしれないですね。これが、ミケルソンです。ミケルソン、はい、おーツアー V、 ツアー V、はい、じゃあこれがカウンターじゃない、じゃないですね、はい。あなるほど。これはあ、これは110の S、 はい。これは、うん、これは、うん、悪くないですね。はい、うん、で、短く持った時に軽くならないのかな、これ、ショートアーム。ああ、軽くなる、軽くなると、ね、なんか軽くなるんだよな、はい、多分。これがだから、手元が、硬いから。そうですね、硬いからだと思います。いや、だから、キーベースはね、いいんだけど、打ちますか。あ、はい、はい、めちゃくちゃマニアックすぎてツアー V の X とかなかなか知らないですからね、はあはい、あこれはあこれはちょっと重くて好きだな。ナイスです。これはいいじゃないですか。これいいですね。さっきより全然いいな。この 120g の S とかないんですか。そしたら120で番手ずらせばいいですよね。ああ、それはないんですね。120はもう X になっちゃうんですね。X になっちゃうんで番手ずらして使えば重くて柔らかくなります。あこれは、うん、これは全体の重量感が好きで、はい、あのショックダウンした時にどうかですね、うん、あと、やっぱり短く持つと軽くなるんだわ。そうですよね。それカウンターだからじゃない、じゃなくて要は手元側がそんなに動かないのでその軽く感じてしまうっていう。長く持つといいんです、はい、今のよりもちょっと動き量が多いのがこれです。 S テーパー。おVR に合わせるのは実はこのシャフトは結構組み合わせ的に多いです。ほうほう、まあ違和感少ないかなこれは、はい、ちょっと短く持とうか短く、はい、少しだけやっぱ硬くなるかな少しだけ、はい
ダイナミックゴールドよりは、はい、120打ちましょうか。軽くしてみますか。ちょっと125なんで、これいや一緒ですよね、うん、変わんないと思います、うん、ちょっと柔らかくなるぐらいなんで、うん、やっぱ手元がちょっと KBS でちょっと硬いんだな、うんうん、なるほどね、はい、打感はすごいんでね、長く持つとロングアイアンなんかすごい気持ちいいもんさあ、これちょっとやってみたかったんですよ、はい、なんかね、誰かね、韓国人選手これ使ってて125、はい、あ、なんでこれ全然タイミング合わない、硬い、はい、硬、はい、いですか。あ、なんだろう、ちょっとミス、まあまあいいや、いいや、はい、うん、硬い、なんか全然タイミング合わなかった、ダウンの切り返し全然しなってこなかったですけど、なんなんですか、これが、要はダイナミックゴールドっぽくはしなるはずなんですよね、はいはいはい、はいはい、なんですけど、先端がちょっと動いてくるシャフトなんですね、さっきのが、じゃあ合う、僕に合うはず、合うかなと思ったんですけど、ちょっともう一回やってみたいな、はい、これはこれでこうなんていうのかな、カーボンシャフトっぽいっていうか、こう、はい、そうですね、ちょっとパサッと降りてくるというか、丸く振りたくなる、はい、スイングが変わるね、これ、はい、鋭角にドンって入れる感じじゃなくなりますよね、そう、はい、そう、なんかどっちかというと昭和打法じゃないんだけどあ、キャッてやりたいんだけど、これはなんかズドーンってこう全部同じリズムで丸く、はい、丸く振っていかないとダメな感じ。おかわりをもう一回、はい、お願いします。あー、でもちょっとダメだ、うん、なんか何かがもう完全にダイナミックゴールド中毒だわ俺過去にこんなマニアックな動画ありましたかねじゃあダイナミックゴールド、この動画は万人受けはしないよね本当にゴルフ好きな人じゃなきゃ見ないよねはい、お願いします。はい、ダイナミックゴールド、ダイナミックゴールド、はい、X100 ですか。 X100 です。まあこれ好きだね、はい、もし変えていかれるんであれば、さっきの S テーパーとか、はい、S テーパー、はい、S テーパーどれでしたっけ。 S テーパー、ピンクのグリップです。あ、これか、KBS の、あのツアー V の X。 そうだから、この辺はね、長く持つとすごいんだけど、短く持った時ダメなんですよね。はい、わかりました、はい、やっぱりダイナミックゴールドだ結果その、まあ、チョークダウンするっていうところが絶対出てくるっておっしゃってたんで。チョークダウンって何ですか。あの、短く持つ、はい、ああ、はい、結局そのこう短く持った時の、はい、ちょっとこうゆっくりバックスイングが上がってくれるっていうのが、ここがちょっと柔らかくないとその感じが出ないんですよね。そうここが硬いと一緒にこうピュッて上がってっちゃうんで、うん、バックスイングのタイミングが取りにくくなっちゃうっていう、うん、日本シャフトよりここが柔らかいのはあるんですか。130、モーダス130だとか125ですね、はい、ちょっと持っていきましょうか。おほほ、手元調子系なんで、よいしょ、うん、あるんだ。マニアックですな。これが手元柔らかい、はい、ダイナミックゴールドっぽいシナリオを作ったっていうシャフトなんですけど、ちょっとあのシャープに動きます。ちょっと硬い、はい、シャープに動きますよね。そう、シャープシャープ、はい、やっぱこのもっちりが好きだな、はい、でもこのカラーのプリントがいらんな、これ、はい、これがあるだけでちょっと硬く感じちゃうんですよ。ああ、それ感覚ありますよね、うん、僕もそれちょっと思います、うん、はい、
だから僕はこれはハグ、はい、多分でも塗装が乗って実際に硬い場合もあると思うんですよ。その分ありますですよね、はい、昔研修生だった頃とか、うん、よく硬くしたい時に、うん、梱包用の透明のテープ貼って硬くしたりとか。ああそうですよね、はい、してたんで。だって僕あるメーカーと契約した時に、はい、そのメーカーさんはそのシャフトを作ってるから、はい、うちのシャフト絶対使ってって言われてて、はい、だけどどうしてもそこの契約先のメーカーのがダメで、自分の持ち込みのシャフトにそのプリントを塗装してやったんだけど、はいはい、全然シャフトが動かなくなっちゃう。そうですね、うん、はい、あれ F1 のマシンもそうらしいですよ。色ボディの色変えただけでもうボディのきしみが全然変わっちゃうみたいで。へえ、うん、何色が硬くなるとか何色が柔らかくなるとかあるんですね。そうそう、青木さんもグローブいつも黒じゃないですか、はい、あれもその塗料の色で全然このグローブのしなやかさが変わるんですって聞いたことあります、ね、うん、だからやっぱり微妙な世界ですね。そうですね、ということで、はい、やっぱりダイナミックボルト、ダイナミックボルトになったという結局ここにお邪魔したはいいが、はい、やっぱり一応僕もプロゴルファーなんでいろんな試打してるんで、はい、結局それがここに来るとできるということで。そうですね、はい、アマチュアの皆さんここで、はい、ぜひこんなにいっぱいねありますから、はい、試してもらえればと思います、はい、ありがとうございます、はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンをポチッと押していただけると幸いです、はい、本当に勉強になりました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。